今回はソニーの α6700 でスマホと接続する方法を説明していきたいと思います。スマホと接続すると簡単に画像を転送することができるので SNS に簡単にアップできるというメリットもありますが、それだけではなく記念撮影で確認しながら撮影ができる、リモート撮影で露出時間を長くして撮影ができるというメリットがあります。一度接続すると次回から簡単に接続できるので、ぜひ活用してもらえればなというふうに思います。それでは早速設定の方法を説明していきたいと思います。まずはスマホからアプリの方をダウンロードしていきたいと思います。今回は iPhone と接続する方法を解説していきたいと思います。まずは Apple Store からアプリをダウンロードしていきます。まずはこちらのアプリを検索してダウンロードしてください。そしてダウンロードしたアプリを開いていきます。そして内容に従って進んでいってください。そうするとこういう画面が出てきますので、カメラと接続するという画面をタップしてください。そして次へを押してください。今回は α6700 という項目がありますので、ここをタップしてください。次へを押していってください。そうするとカメラの設定の画面が出てきます。それではカメラの設定の方をしていきたいと思います。まずはメニューを押してください。そしてネットワークを選んでもらって接続を選択してください。そしてスマートフォン接続を選んでください。そうするとこういう画面が出てきて、スマホ側にこのようにペアリングというふうに出てきました。ここをタップしてください。接続を始めるをタップしてください。アクセサリーをタップしてください。ペアリングのコードが出てきますので、こちらをペアリング、そしてこちらの方も次へを押してください。そしてペアリングをタップしてください。これで接続が完了しました。そして OK を押してください。ここにカメラの品名が出てきます。これで接続が完了です。それでは撮影の設定の方法も解説していきたいと思います。まずはこのリモート撮影を選んでください。で、Wi-Fi 接続ですね。OK を選んでください。接続を押してください。そうすると、今、こちらの表示されている画面がスマホにも反映されております。ここでシャッターを切ったりだとか、細かい設定もこのスマートフォンから変更することができます。これで記念撮影したり、スマホからシャッターを切る場合は、ここから設定してもらえればなというふうに思います。次は画像の取り込みの設定の方法を解説していきたいと思います。取り込むボタンを押すと撮った画像が表示されます。このような感じで撮った画像が表示されますので、撮りたい画像を選択して、あとはここの下のところにスマートフォンのアイコンがありますので、こちらをタップしてください。で OK を押すとこのようにコピー中っていう風に出て、撮った画像を取り込むことができます。以上がスマホと接続する方法です。一度接続すると次回から簡単に接続できるので、接続しておいてもらえればなという風に思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。